どうも寺田です。前の動画消されました。はい、なんかアメリカは OK だけど日本はダメみたいですね。まだね。うん、そのうち OK になると思うんで、そしたら載せようかなと思います。やべえ、怖えよ、マジでワンアウト怖えよってことでやっていきましょう。まあまあ気になる人はニコニコとか見りゃいいんだよ。でもね、ニコニコね、日本人見ないんだよね。自分も含めて見ないんで、そこが難しいよね。じゃあ行きましょう。ジャックポットガーデンからちょっと遊んでいこうかなと思います。今回もう、なんていうか、クリアする。100以内に入るなんて考えてませんから、入ろうなんて。5周年アニバーサリーがね、残念ながら14なんですよね。これが台だったら 20% になるんですけど、台じゃないので、この辺なんだよな。うん。今回は、この流れでいきます。一応無風が、1本、2本、3本あるので、まあいけるんじゃないかなと。じゃあ MGC 適当に流してやっていきましょう。アメリカはなくなったらしいですよ。おー、いきなりか。雨なんだ。オールグリーンで行こう。下。3.9。ぴったりでいいかな。右ブレ。悪くないけどな。入れたよね。怖っ。これはね、あれです、ジャックポットガーデンはスコアを伸ばすのには適してない。まあブレなしを期待して打ち続けるって感じですかね。ここではあんまりスコアを伸ばすっていうことは得意ではない。うん、ブレわかんないからね。はい、333、あー、なるほど、これは狙えるってことか。なるほどね。どうしようかな。まあこれも無風なんだけど、無風フォーミングか。いや、やっちゃったやっちゃったこれどうしようかな。ここでおいっと、これはね、マイチャレかな。で、1ヤード強く打たなきゃいけない。5ヤード。強めに打たなきゃダメ。何？うわー！マジで？マジで？じゃあ3ヤード強めに打つのが正解か。全力一発で入る。うん。ね、前言撤回。ここは、スコア伸ばすにはいいですね。最初のホールでは、ホールインワン取れるのは、ブレなしでしか取れませんけど、次のホールは、1打で届くので、ブレ計算すれば入ると。こ
この辺かな。お、パチパチ来た、助かる。こんな感じと。斜面が、まあ、3かな下で、ムフフォーミングを適当にかますと。うわ、全然違う。めちゃくちゃ違った。5だったのか。5か。ちょっと走ってるな。んで、全力ウッパーでいけんでしょう。外す。強すぎた。やっちまいましたね。ジャックポットガーデンはスコア伸ばせますね。これは6アンダーまではいけると思います。はい、では続きましてパリソロやっていきましょう。集まりがよろしくない。ジャックポットガーデンは集まり一瞬だったから、まあここはあんまり期待できないのかもしれない。510で、ああなるほどね。こう曲げるやつか、こっちか。ここ最初失敗したらもういいやってやつか。ここでいいのかな。まだ攻められたか。1,2,3,4,5 下で、ムフオールグリーンで、もうちょいダメか。こうかな。あ、届かない。ダメ。もうちょっと攻められた。来ないな。
最初のホールは2打で沈めないとダメなんだな。はい、このぐらいでいいか。まあ悪くない、ここ悪くないと思う。うん、これは悪くないはず。どうだ。うわーうわーうわーいや、初かよ。いや、こうかな。もうこれ以外は無理だ。で、こんぐらいかな。ダメだー、入ったー。ムカつくパハト畜生がよハト畜生がよ、マジでよ。なんだそりゃ。なんか払いのけるスキルとかないの、やり方ないの。なんかまずはアルバトロス取って、で、392、あー2発いるのか、ここマジか。ステーパーで381なんだよな。あ、でもいいのか、別に345で、あ、足りるのか。で、6.5 下、この辺かな。下。で、ぴったりで打っていいかって、ちょっと弱めかな。いや、これか。いや、2打で決めなきゃダメか。きつ。あー。オッケー。今のって無風で打てばよかったか。無風で打てばよかったな。風読みする必要なかったな。そこ失敗した。なんか間違えた今。最後はどうなってるんでしょうか。あー、なるほどね。あー、で、ブレが分かるかどうかで終わりってことか。なるへそ。ブレ分かんないな。全部ブレ、だから第2ホールでブレをチェックしてみたいなことですね。もうブレ分かんないからしょうがない、これは。右とかそんな感じ？右とか？なるほど、ここでホールインワン決めて、で、なんぼ？だからここのスコアは、7アンダー取れるんだ。まあ
100以内に入るには最低ここ7アンダーなんだ。はい、じゃあドバイ行きましょう。まあね、ここはねもうこれです、マイチャレ一択です。 0m192193 だから全力ウッパでいい。でブレを見ましょう。右ブレでどんな感じかな。うん、2ブレかな、右2ブレ。ぴったりで打ってもよかったね。それが分かった。1メーター強みに打ったら1メーター奥に行くぐらいの感じで、この右2ブレを、利用して次のホールの。でも192ヤードで右2ブレだから結構ブレてると思うんだよね。うん、2とか言ってるけどもっと右だと思う。結構ブレてるわ今回。向かい風か。超風神とか打ってみっか。まあ、この辺かな。右ブレだよね。ここでした。1.35 つくんだ超風神。1ぐらいかな。まあ1でもいいんだよねここって。あんまりそうなあんまりね関係がない。あとは2、3個か。超ホーミング打つ必要ある。ここディボーションか、いやどちらかというと超ホーミングの方がいいか。 7.8 ちょっと、いやぴったりでいい。これ結構飛ぶんだよね、なぜか。よかった、近づいた。で、うわ、何これ。よかった、入った。傾きがえげつない箇所が一箇所あって、それを考慮して打ったんですけど、運でした。あーでここに来るのか。とすると超フルが残ってるからってことね。うん、低反発最後残ってるしね。このクラブの作り方すごい上出来というか、どうだろうな。これはですね、このオールグリーンは砂ぼこりがなくなるんですけど、D
ディボショは低反発なんですよね。だから低反発打ちます。これほとんどだな、ほとんどなんだよな。2か3こんぐらいか、こんぐらいしとくか。もうあんま考えなくていい。こうなる、うっそ。ダメだった。あれ、普通に打ってもいいかな。思ったところに行かなかった。であと2つキングスガーデン行きましょう。5%なんだろうな、ちょっとなんか抑え目に行こうかな。何かがあるかもしれない。とりあえずブレチェックだけしよう。ブレチェックできず、でもブレなしに近いかなと思う。んでここ何打つかですけど、マイチャレディボショー、超ホーミング打とうかな。まあ、1でいいか。 15.2 で、これでいけるか。5強いけるよね。一発か。360、どうなってんのこれ。あーってことは、まあステパー打たなきゃいけないけど、あとは風、まあそんなもんと。こんぐらいかな。マジで？マジでそれは考えてないぞ。18.6。まあとりあえずあれかな、ちょっと次のホールがどんなもんかだけ見ようか。気になるしね。まだパーなんだ。最終ホールは120。あー、ここでこうか。マイチャでした。まあこれでいいってことか。あ、ガサル140じゃダメか。まあ試せてよかったね。
外す。つまり無風の祝砲を持ってないとダメか。高弾道か。あとはなるほどね、結構むずいな。これは難しい。では最後ギアヘブやっていきましょう。しょっぱなこか。超ホーミング打つか。18.7、5なんですよね。これは20、18かな。18か。でこれが9。こんぐらいかな、こんぐらいかな。左ブレ、左2か3、いや3、4、5、 4か。左4ブレ、3かな。400、風ある。400か。でこれか。で12上、風ある。12上で風ある場合の、まあこうだよね。全力いっぱいやってみるか。どうなる。なるほど。9.8。なるほどね。だから10ヤード弱めに打たなきゃダメってことか。最後のホール見ましょう。左4ブレ、45パー。あー、45パー
ステッパーがいる。43パー。これで43パー。うわー、そういうオチ？あらー、やっちまいましたね。もうダメだ。これは参った。だから2本いるんだ。ここは2本いる。ということですと。ギアヘブは2本いる。キングスガーデンもこの2つはやんなくちゃいけないな。ドバイもやないといけない。パリソラもこれじゃ無理。まあ次回もう一回やって少し見栄え良くしようかなって思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミゴルもよろしくお願いします。失礼します。